今日のエッサコイさんナギとかですよね確か。こんばんは。待ってありがとう。そうチャットにね送ってだから、ま、そう時間を。はい、よかったです。エサコイさん聞いてました。お、今日さおちゃんのもばめとも、本当にありがとうございます。朝届いたかな、送ったんですけど。そうそうなんですよ。ハートありがとう。ああ結婚してたくさんありがとうございます。ありがとうね。サホリン届いたサホリンのこと皆さんに伝えたきありがとう。そう昨日ちょうど私も前座終わって帰ってきて、で なんだっけなちょっとご飯食べてん、なんか何してたっけ、なんかとりあえずご飯食べてたのかな。でちょっとゆっくりしようって思ってたら、あ、ありがとうございます、アイスかわいい。なんかなんだっけ、はい始まって配信が、だから見ようって思って見て、今日ラーメン食べてないで見て、でそしたらちょうどそのナギがその藤井みゆみゆさんと写真をそうと撮りたいって言ってて、で撮れて、そうその時私もその場にいたからありがとうアイス食べてもありがとうございます。そうペンライトもありがとう。なんかめっちゃ喜んでてナギが、でそれでめっちゃ変なスキップをしたんですよ。でなんかよかったねって思ってたから、全然話私も直接言ってくる、言ってサホリンって呼ぶねって言ってほしかった、いやでも言ってくれ、配信で言ってくれたから、言ってくださったから嬉しい、嬉しかったです。見ててそれだってさ、見てたらさいきなりさ、そうサホちゃんに伝え言いたいことがあるのって言って、食べてもありがとう、ハートもたくさんありがとうございます。そうで楽しく一緒スキップそうなんかね、なんでだっけ昨日は、えそう帰りのシャロン もそう一緒だったんですけど、全然ねそんな話はねしてなくてね。でもねそうなの、私もさ次会った時に呼んでもらえるかなって思う。トトイありがとう、アイスもありがとうございます。えそうマッシーさん最近ねサポポって呼んでくれるんですよ。嬉しい、かわいい。そうありがとうございます。そうなの、そう今日もさ藤崎さん配信してたけど、ちょっと今日の見れてなくて、見たかったけど連絡先って知らないの。え知ってるんですけどえショールーム見てますとかはさちょっと言えなくて、私も私で今日顔大きいな私突然今日顔大きいな。うーん明日のみゆさんの配信はぜひ来た方が、えそうなの、そうなの、えなんでなんで、ネタバレ求む、なんでなんで、そんなことないごめん急にそうだよねごめんね、私が突然化粧すっぴんだからだね。エサが終わってから配信スタートするメンバーたち、そうですよ、うん、そう今日雨降ってたけど帰り晴れてよかった。あとありがとうございます、食べてもありがとう。みんな見るべきって言ってる、見るべきなの、分かった。明日は私多分30日、明日30日ですよね、今日じゃないよね、明日30日配信が、やったー、ささやき配信、えそうなの、やった。だからこんばんは、そうなの、昨日全然お疲れ様でした、ありがとう。そうだ昨日さほちゃん、昨日マシンさんと写真撮れました、写真撮れましたし、しかも分かった、唇に色がないからだ、よーしリップでも塗っちゃおう。えそう写真撮れたし、しかもピンでね写真を撮らせていただいたんですよ。めっ
っちゃ可愛い、めっちゃもう普段からも生きてるだけですごい可愛いんですけども、もうめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛くて待ち受けにしました、スマホの。でもみんなには見せない、私のものにする私が撮ったやつ。そう、ソルショット撮らせていただきました。あずきのレイナさんの生誕祭めっちゃ可愛かった。なんか花冠もうめっちゃおしゃれで、なんかなんて言うんですか、なんかこう レースなんて、なんだっけ、レースじゃなくてなんていうの、めっちゃ可愛かった。メールで公開してしない、今回のは本当にしない。そう、お昼バージョンの時です。そう、そういえば昨日の夜受付サボちゃんだったのに緊張しすぎ、言ってよ、言ってほしかった、言ってよ、言ってほしかったよ。ゆるゆるの間どんな感じだの、私がずっとさあ、そう、あ、そう、私20、前座メンバー出た、そう、私は26日出ないですね、うむでもまあ全然すぐまた出るのでね、その時会いに来てくださいそう、ここにハートついてた、めっちゃ怖かった。そう、スピーチめっちゃ感動しました。緊張で自己紹介する、してほしかったよね、嬉しかった。みゆくりの自己紹介、口に色つくと、そうなの、色がついた方がいいね、やっぱり。ナイス、ありがとうございます。お茶もありがとう。全然話がまとまってない。そうそうそう、何の話、29日、そう29日です。やっぱり私は平日の女なので見に来てね、会いに来てね、来れたらぜひ。緊張する僕も、そうなの、でもじゃあ私から話しかけるように頑張る。それがいいかも、みんなも名札つけてきてくれたら嬉しい。そう、26日はスイスイさんの生誕祭、うん、お、29日来てくれる、やったー。そう、私は平日にめちゃくちゃ出ているから、やっぱり29日いけない、あー、次はちょっと公演スケジュールも分かんないよね。復活行ったら必ず自己紹介、してほしい。花江さん初日、そう、花江さん初日ですね、29日、嬉しい。なんか私も嬉しいサポポ、サポポはあれだから、今マーシーさんだけが呼んでるあだ名ですよ、私の。あ、昼夜、そう、昼夜どんな感じなの、間のことってこと、昼夜の間かな。あ、ありがとう、くまさん、嬉しいです。はなにゃんで最近流行ってますか、はなにゃんさん呼びかなえさん、あ、そう、間、そう、なんか私が一方的に話しかけに近くに行ってずっと近くにいるっていう、で、そう、めっちゃ近くに勝手にいるって感じです。話しかけたりもするんですけど、話しかけたりもするんですけどなんて言えばいいの、サホニャンも見たいかな、あれはすごい、私はできないニャンですねなおちゃんの絵をつけてきます、ありがとう。コールもサポポ、やだ、ダメ、ちょっと今のとこまだ私的に1000倍特許みたいな感じなのでそうですね、ハートありがとう。明日は記念配信しますか。そう、明日はね、いつもさ短いから、最近ちゃんと長尺で2時間、うーんは無理かもだけど1時間半くらいは配信したいなって思ってます。そうなの、明日も必ず帰ってました、ありがとう。だからね、何時からやろうかな、なんかでも明日もちょっと悩みどころですね。 BLT も楽しみ、わかる、わかりますよ。見ましたか、特典、めっちゃ可愛かったよ、セブンネットのレニアマントマシ先生、嫉妬しないですよ、さすがに。あ、そう、お話し会、そう、お話し会よろしくお願いします。あれ、そうそうそう、ガッタファン名乗らないタイプのお宅なんで、なかなか最初は名乗って、でも分かりました、ありがとう。ボード作ってきてくれて、次回配信でも OK、ありがとう、ありがとう。バラも確かにくれた、そう、かわいい。
ちなみにキノコ山のメンバー、そうなの、嬉しい、ありがとう。いつか行きなだろう、サマモン。もう本当に可愛くて、もう待ち受けが可愛くてね、今ね、昨日私が撮ったマッシーさんなんだけど、もう幸せでも全部可愛いんですよ、待ち受けにしてない写真も。可愛いな。そうだよね、そうだよね、特典写真ね、そうだよね。ガッタファンお話し会、そう、ぜひガッタファンの方は、うん、7月だから誕生日紹介に行くけど、確かに、スマホ見るために上げてさ、本当に私ずっとなんか今日会った人全員にね、待って可愛い、待って可愛いってずっと言ってたら、後半あの呆れられました、本当に呆れられた、ずっとね、待って可愛い可愛いってずっと言ってた。独占だね、いいな、いいでしょ。いいでしょ、公開してほしい、しない、絶対しない、これは。クククク、昨日ずっとマシーさんそう言って、そうなんですよ、私が勝手にいて、嫌がられてもいますって言っていた。おしゃべり会さわちゃんとります、嬉しすぎ、来てほしい、おしゃべり会お話ししたい。さわちゃん誕生日付き8月にガッタファン入るときに始まりました、本当にありがとう。私オルムとかも何も作っておかしいけど、名乗ってほしい、全然。そう、マシさんがそうだ、強いですよ、話しかめば求まりませんように。あー、そっか、レニアさんに対するアンナ、そう、アンナもすごいからね、写真撮っていいですか、かわいいってずっと言ってる。本当にアイスもありがとう。そう、母ちゃんがニヤニヤなわけです。そう、私8月7日生誕祭、まあ誕生日ですね、普通に。年越し配信、年越しじゃない、なんだっけ、誕生日の日、日またぎ配信でさ、18とかにならないとできないんだっけ、まだできないのかな、私は。さほちゃんも可愛くて、そうなの、ありがとう。さほちゃんクックックって投げてたね。確かに生誕祭は来年あたりかな、いつかね、できたらいいですね。そう、めっちゃ可愛いんですよ、あんなの待ち受けも。そうだね、学年、そうだね、年越し、そう、年越しもできないのか、配信、そうだね、まだできない、高校生できないかも、そっか、18になるからできる、あ、で高校生できない、19になるときできるのかな、思いのない筆眼と、できますよ、私は、それは。でもできますとか言ったらあれだけど、こんばんは、うん、生誕祭があれば絶対来ます、行かせていただきます、いつかね、研究生公演がないから、普通の公演で研究生も生誕祭していただけるんですか、そんなことないよね、どうなの、わかんない、わかんない、わかんない。さおちゃんたちみたいな配信やがらずに、そうなんですよね、飲みだしメンバーには結構、ももちゃんにはさ、すぐ私言うけどさ、みんなに全然言わないよね。ほくろ増えてない、急に、やだんだけど、急に気づいちゃった、配信してたら。あ、生誕デザイングッズは出せますよね、4期も出してるから。そうなんだ、千期公演でやるかも、そうなんだ、個人的には巻き返せて、うむうむうちのやつすごい顔するとか、そうだよ、あ、そうだね、メリーのやつ見てた、配信めっちゃ歌ってた、誕生日配信、そう、何の話してたっけ、できないね、できないよね、そうだよね、生誕ティーの候補はなんかね、ちょっと考えてるんですけど、お、29日連続配信、明日だね、いよいよ。もう半年もさ活動してるのやばいよね、前座、あ、そう、なんか19期研究生さん AKB のが公演、研究生公演デビューみたいな、
見てすごってなりました。最近めっちゃ最近、私からしたらすごい最近って思ってたからすごいって思って感動した。衣装も可愛かった、めっちゃ流れました。お、アイスもありがとう。そうそう、北口楽しみだ。あ、黄色買うか。え、そう、私も悩んでます。こんばんは。背中のデザイン、あー、なんか数字だよね、背番号だっけ。あ、そうそうそう、ただいま恋愛中公演、そう、そこに未来はいるじゃない、そうだ、ただいま恋愛中、そう、黄色衣装可愛かった。ね、めっちゃ時止まる。そうだね、19期ほぼ同期。え、そうだね、いつだっけ。え、でもめっちゃ私からすると後な気がするんだけど、オーディションがまずあって8月に私たちは、昨日19期見に行ってきたよ、素晴らしいデビュー公演でした。そうなんだ、いいな、 AKB 劇場行ってみたいです。私も黄色生誕 T シャツ、今はいない、あんまりいないかな、うん、年齢がなくなった、あ、そういうことか。とりあえずまた130に会いたい、昨日会ったばかり。そうで29日待ってますよ。え、でも1週間以上空くのか、うーん、でもまあまあ、でも全然すぐですよ。アイスありがとう、星もありがとうね。すごい、めっちゃ急にバーって喋って黙っちゃった仕事できないのか。じゃあ6月出れるかは分かんないけどあ、そう、おしさいが確かにちかなさんと一緒ですね。私は29日いけないから、いやー、そっかそっか、全然会える時会いに来てね、半月ことで。そっか、確かにあんまり出てない今月私。あ、でも出てるよね、なんか全座メンバー発表されたらどれかにはいるじゃん、ちゃんと今のところ選んでいただいてて。かわいい、ありがとうございます。ちかなさん知ってる？え、知ってます、もちろん、ありがとう、流れ星も。そう、昨日は昼夜、そうですよ、昼夜久しぶりかな、うんうん29日、そう、この前だけ突き込めちゃう。いいじゃん、めっちゃ明るい、もう誰が全然多いとか、わかんない、なんか気にしなくなってきたよね、もうみんな。だって何ヶ月やってる、3ヶ月目とか4ヶ月目、最近そうじゃないし。嬉しい、嬉しすぎる。 KB 劇場、リュージティ劇場の方が綺麗で広いだから。そうなの、改装する前に行きたいんですよね、 KB 劇場、ドンキの上新潟に行く島、私引っ越さないな、これは。ありがとう、東京在住だけど。そうなの、でも私もそうだね、東京在住だけど行ったことなかったから。1日昼夜2回使える、全然、多分、うん、本当に公演に出てる方がのめっちゃ大変だ、前座だけだもん4期は本当に私モチベ高い、ありがとう。今月使った気がする。本当？私どれぐらい今月出てるっけ？ 3、6 時止まる。3、6、15とかじゃない？ 15、19 29。あ、めっちゃ5回。18年の歴史を感じるよ。あー、確かに。そう、改造しちゃうのか。AKB はドンキの目なのか、 NNB はドンキ、そうなんですね、行きたい。それはももちゃんに言ったのね、行きたい、一緒に行きたいねって。そう、劇場で、劇場で、圧倒的に AGG 劇場で、本当に行きたいな、 AKB 劇場。私そう、佐藤みなみさんがね好きで、卒業されちゃうからちょっと行きたかった、その前に。うん、
ありがとうアイスたくさん、だるままありがとうございます。昨日はだいぶ小説館ペンライト売ってました。ありがとう。そうね、確かに傾斜をついてるし、あ、柱もないんだ、すごい。ちょっと皆さん、そう、月前に見に行けるといい。そうなんですよね、うん。でも6月だから厳しいかな。あと、ありがとうございます。さほちゃん13年、免許取らないと思う私は。だって取っても乗らないから、車、うん、持ってないし、こっちに車を。最近座席空き、あー、そっか、リモスターも、あ、リモスターありがとうございます。こんばんは。柱裏打つ、そうだよね、モニターだもんね、こう斜めでしか見れないからね。ナンバーの劇場最前ですよね。え、すごいじゃん、すごすぎる。ふとみの最初のいちゃん似てるって言われたら、マジで今全然似てない。え、そうですね、うん、似てないね。そう、ナギの車乗せてもらいたいかも。ケビア声の修正当たらない。え、そうなんだ。そう、ドライブどうだ。え、ドライブしたいよしたいよ、とってもしたいよ。かわいいありがとうございます、アイス、かわいいやつ、こんばんは。え、すごい、100回閲覧超えてた、すごすぎ。待って、めっちゃ目が痛い、コンタクトかな。なぎちゃんの免許証見た。え、見ましたよ、すごいすごい、本当にありがとう。お茶も、免許取ったの本当にすごいって思った、よかったねって思った。とずっと言ってたから。お茶もだいぶ声によって全然違う、全然違う、何も関係なかった、ごめんなさい、何も感じ取らないで。自転車買ったりはどう。もう大丈夫です、歩きとバスとで乗り切ります。ふとみのさんが NGT 劇場に行ったこと、そうなんだ、知らなかった、ごめんね。なんか NGT、 あ、ね、握手会、お話し会はでもあるから、確かに。もうそうそう、昨日ありがとうございます、写真めっちゃ可愛かった。でも、うん、こんばんは、めっちゃ可愛かったよ、めっちゃうねってるありがとうございます、レインボースター。そうなんだ、16期生さんが来た、白鷹寺回したら初めてさおちゃんだ。本当にありがとうよかった、私でよかったかな確かに改装中に各グループ劇場にありそうね、みたいな、そこに未来はあるとか。あ、そう、時間の先めっちゃ可愛かった、うん。ちなみに里見さんがいた公園にみみさんが関係、すごい、リマスターありがとうございます。ね、来てくれそうですけどね、回収中に、うん。かなり前に出張公演発表されたけど、その後の詳細が出ても、うん、出張公演とか出張したりするものとかそうですね、チーム A の出張公演はず。そうなんだ。めいめいさん、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 どっち撮りたいですね。でも言えないよねでもめっちゃ好き、可愛いなって思いました、お披露目された時から。こんばんは。そうですね、19期生さんも来るかも。待って、髪が気になりすぎてやばい、コラボ企画盛り上がりそう言っとこうかなんか前も言っとこうかみたいに言ってくれてる人いたけど、いいですよ、私なんて全然。
公演も出てないので。アイロンをし始めるパート2って感じ。まっすぐになってなくてめっちゃ気になっちゃった。ああよかった、まっすぐになったねえ。GTM なのでこれしかなかったっけ、外れたけど。そうなんだ。話したいい感じ。さあちゃん配信中。最近ですよ。でもアイロンかけるようになったらもうなんかアイロンかけてから配信してんのに全然まっすぐじゃないんだもん髪が。困る。明日はカラオケでもするのかしら。お、明日はねカラオケすると思ってたんだけど、何歌おうかな。坂道ばっか歌っちゃってるよね最近って思ったそんなことないか。ノイミーさん2曲歌って坂道2曲歌ったのか。そんなことないか。じゃあ全然緊急性公演復活希望。頑張って希望を出してください歌いと記憶でいいんだよ。そう髪瀬取り、全然明日は瀬取り考えてないよ。やばいやばい、なんかテーマもないしそう、さおちゃんの瀬取り好きだからさおちゃんの趣味で、もう適当に決めちゃいますね、その日の気分でそうそう予約入れて、それは難しいかも。ちょっと明日も出るので外に、なんかね何時にどうなるかが分かんないから、うん私次第ではあるんだけど、だからなんかね予定最近入れられない予定が、多分30日まではさ頑張ろうって思ってたけど、やばいやばい、誕生日やばい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 、はい読みます、ありがとうございます、ごめんなさいバタバタで。13位ガッティさんありがとうございます。12位カズヤさんありがとうございます。11位チーボーさんありがとうございます。10位ともやすさんありがとうございます。9位はるかねこさんありがとうございます。8位たむひろさんありがとうございます。7位ほっしーさんありがとうございます。6位アナケンさんありがとうございます。5位ヨトさんありがとうございます。4位セッテンガーさんありがとうございます。3位メープルナオくんさんありがとうございます。2位コミュニストさんありがとうございます。そして1位ポメラニアンさんありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ちょっと待って時間配分が下手くそすぎたね。いやーごめんなさい、たくさん喋ってたけどごめんなさい、いっぱいありがとう来てくれて。明日頑張からも平日4日間頑張りましょうね。29日会える方待ってます、ありがとう。そうおやすみなさい、楽しかったです、ありがとう。また明日は、チャットぐらいで、チャットとかで言います、何時からって、直前かもだけど、ありがとう、おやすみなさい、また明日、じゃあ切れるまで待とう自然にありがとう。30日、明日30日お願いします。あでも明日やろうこれは平日はそっか、待ってます。じゃあまたいつか土日私が出る日に、おやすみなさい。そうあと少し。